それでね、負けたら俺たちの責任なんじゃない？いきなり捕まって発電機回せねえうちに捕まって飼ってるキラー調子乗ってんじゃねえって話だよ。そんなのサバイバルのハンデでしかねえからな。火事認めねえからな、半分。半分ってか認めらんねえからな、まず。誰がサバイバルそれで、はい、私たちの負けですって認めんだっつうの。一般常識上、認めねえだろ。仮にこうだったら勝てたかもしれないって言葉出ちゃうじゃん。毎回毎回これの繰り返しだけど、毎試合毎試合これだで。上なのかな。誰も回ってないで負けた場合に、これは通電できたかもしれないでも言わねえよ。やばいでしょ、そんなやつ。意外と負けず嫌いに見て負けず嫌いじゃないし、俺即やめてるときやめてんだろ。時間の無駄な時は。小屋、トラッパーって分かってて、小屋あたりで近づいてやられるやつの頭の中の思考回路説明してくれ、まずよ。トラッパーで鹿のところ、その小屋のあたりにお金、トラッパーやってて、あんたトラッパーやってて、もう終わろう、もう時間の無駄だ、もう。トラッパーやっててさ、トラップ、それでしゃがむ真似するし、もう、無理。バやってさ、もうやる気ないんだけども、これなんかおかしなこと言ってる？トラッパーやってどこに罠を置くの、まず。地下室があるような小屋じゃねえの？違うの？地下室にしたら終わりじゃねえかよ、もう。なんか俺真面目なこと言ってるはずだけど。なぜに地下に近寄ってんの、まず。狙われてるやつが。毎回これで回せねえよ。毎回回せねえよ。いやーもうさ、最悪なんだけど。発電機の位置イメージしろよ、まずよ。
俺知らない。もうやりたくねえわ。全部俺に恨め恨めだよ。これで何負けたことが何サバイバーが悪いだろうよ。これでなんか俺が負けたことになんのこの試合。説明してほしいわ。こういうとこでやられたら、ほんと、フィルムのた、ただ地下室あるかも、あ、ないわ。あるわ！地獄行き、終わった。やられた瞬間、終わり。チームプレイをする。本当に迷惑かけてる奴ら、発電機回せない、ろくに。全部、俺の発電機の妨害をずーっと行われて、まともに回せねえし。で、やることは発電機回さない無能ぶり。ちょっと、呆れ返るわ。見えるしかねえぞ。近いな。何、トンネルされたってこと？近くね。まあ、ギャンブルプレイしかないか。まあ、行くよ、俺は。行かないと思う。多分。それギャンブルプレイやってる。フェリックスが行く。ここはできてる、そもそも。え、ね、罠なんだよ。できてんじゃん、ここ。真ん中超ヤバそう。これな、今日裏目に出てんな、発電機選択の。フェリックスだからいい、ラッキー。あ、フェリックスが回してたとこ行きたかった。奥かよ。全部裏目裏目に出てるな。何してんのこいつ。
フェリックス、逆側に入るしかねえぞ。サボり入れたら終わるぞ。半分まで耐えて、落ち来ないで。来た瞬間終わり。自分のセンス。ヒロちゃん、ダッドバランス。だから本当に通電できるんだって。本当に通電できるんだって。うん、本当だって。ちゃんと分析はできてるよ、試合結果。あのブライト戦も、発撃回る前から捕まってるから回せないだけで、発撃回ってたら、うん、勝てるって信じてるよ、自分を。チームで戦って勝った。結構、発電機のイメージはぐっちゃぐちゃだったけど、ヒロちゃんのお家芸のあの吊るされて見つかって強引に行かないで引っ張るっていうあれも終盤で聞いたね。終盤は苦肉の策だったけど、もう真ん中のあそこを回し切ったよ。で今日乗り越えた男、これがヒロちゃん。苦しいただやったけど、苦しき戦いだったね。